はい、こんにちは、シゲティです。今回はね、前の2本の動画で、2023年共通テスト英語のリーディングの問題、全問解説したんですけど、一応、まあ、各問題ごとの難易度ですかね。まあ、ちょっと好評を交えながら、ちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、シンプルにですね、一応まあ、ABC で、評価していきますね。まあ、A が簡単な問題で、C が難しい問題で、B が普通の問題とね、まあそんな感じになります。で、まあすごくざっくりいくと、第1問から第3問までですね。まあこれは基本的な問題が多かったかなと。で、第4問から第6問ですね、まあ第4問から少しずつ難しくなってって、まあ最後の第6問 B が一番難しかったかなというのが、まあすごく大雑把な好評ですけどね。はい、ということで、一つずつ見ていきたいと思いますけど、まず第1問全体の難易度なんですけど、まあこれはまあ A ですかね、簡単だったと思います。問1ですけどね、What are you told to do after reading the handout と来てますけど、これはもう本当にね、すぐ見つけやすいところに書いてありましたよね。フィルインとコンプリートの同意ということですから、はい、これも、簡単な問題だったと思います。はい、そしてまあ問2なんですけど、Which is true about both performances と、まあ共通点なんでね、まあ少し見る量は多くなりそうなんですけど、まあうまく、なんですかね、このちょうどね、この同じところにね、似たような内容が書いてありますからね、まあ両方ね、左見て右見るね、左見て右見るっていう感じであったらね、簡単だったんじゃないかなと思います。はい、そして、第1問の B ですけど、まあこれもね、簡単な問題が多かったかなという感じですね。はい、ということで、まず最初の問1、 All JS Instructors Have っていうふうに来てますけど、これはね、本当にまあよく見るとこのフォレスト、マウンテン、スカイと、まあ全部国ね、 Several Countries とか都市の名前だとかね、 Many Countries とかありますからね。はい、ということで、これはまあ探しやすかったんじゃないかなと思いますね。はい、これも A ですね。はい、そしてまあ問2番、On the last day of the camp と来てますよね。まあこれも丁寧に読み取ると、まあまあね、量にはなりますけれど、あと、ラストデーがなんかいろんな言い方してましたよね。ということで、まあこれはファイナルデーって書いてあるし、これは August ね、14th とね、時間、日付になってるし、これはまあ on the last day と来ますけど、まあといってもね、簡単な範疇ですよね。はい、でまああと答えもよくあるやつじゃないですか、 show what they have learned at the camp ですから、これはね本当に答えになりやすい感じで、これも A ですね。はい、そして問3番、What will happen after submitting your camp application っていう問題ですけど、これもまあね、assess って単語と check ね、これのパラフレーズでしたよね。はい、これも優しい問題だったと思います。はい、そして第2問ですけれど、まあ意表をついたね、ナノチップのついた靴というあるんですかね、ちょっと僕リアルの世界は知らないんですけど、まあいかにも今風の問題ですね。はい、これもまあ全体としてはええかなと思います。はい、で第1問ですけど、まあ問1はまあサービスですかね、まああまり迷わなければナノチップでハイテクですよね、ハイテクときて、これはやりやすかったんじゃないかと思います。はい、そして、問2のフィッチベネフィットというやつなんですけど、これもなんか全く同じ技術がありましたよね。パーソナライズフットサポートっていう
スペシャルフィーチャーズに書かれたものと、ここにもパーソナライズフットサポートと来てますから、単語もね同じということで、これも優しかったかなと思いますね。はい、そして問い3番、ワンオピニオンね、stated by a customer と来てますけど、はい、これはあのユーザーフレンドリーと easy to use でしたね。はい、ということで、まあちょっとコメントの一番最後にありますけど、まあこれも見つけたら簡単ねな問題ですね。はい、そしてまあ問い4番、One customer's comment mentions using audio devices と来てますよね。オーディオですから、そうするとまあこれもまあちょっとめんどくさいですかね。オーディオと来て、まあめんどくさくもないですかね。まあオーディオに関係するものがこの advantages 流れ書かれてるのがイヤホンだけでしたね。はい、ということで、まあカスタマーズコメンツのオーディオガイダンス、まあ見てからでもいいですけど、まあイヤホンねぐらいですかね。他ちょっとオーディオっぽいのはないですよね。はい、ということでこれも簡単だったかなと思います。はい、そして問い5、 According to our customer's opinion なんとか is recommended と来てますよね。はい、そうするとこれはget accustomed to の言い換えが get used to ね、なんとかに慣れているでしたよね。はい、ということでまあこれも文もねそんな長くないし、探しやすかったかなと思いますね。はい、そして B ですね。はい、これもまあ全体としてはまあ A だと思うんですが、まあちょっと、うん、まあ少し迷うものがこの辺から出てきたかなという感じがしますね。はい、そうするとまず、問い1ですけど、The aim of commuting challenge was to help students って来てますよね。そうするとこれは、似た表現がありましたね。ね。頭の方に to help student use their commuting time more effectively と来てますから、まあこれは using their time better ね、effectively と better の言い換えで、まあこれも簡単な方かなと思いますね。はい、そしてまあ問い2ですね。One factor about the commuting challenge と来てますけれど、まあこの辺、まあ計算が入ってくるというのかな。まあ、あの計算といっても数学というね算数なんですけど、これも最初にね、A total of 300 students participated と、まあトータルで300人の生徒が参加と来てますよね。でその中で1年生が only 15 first years participated と来てますから、300分の15で 5% なので fewer than 10% ですね。まあこういうのも冷静に見ればね、簡単なんですけど、まあなんかねちょっと計算が入るとね、焦っちゃう人とかいますけどね。まあちょっと計算あるから一応 B にしときましょうかね。まあ A 寄りの B ですね。はい、そして問いさんが from the feedback と来てますよね。ちょっとまあフィードバックはちゃんとここにまあフィードバックって書かれてますからね、フィードバックのところに見ればいいんですけれど、13 were activities reported by participants と言ってますよね。はい、そうするとまあこれもまあまあやりやすかったですかね。 A の keeping study records、 これは I kept a study log ね、まあログとレコーツね、ここがまあ言い換えた感じですかね。はい、であと Learning Language はね、この、I got the highest score ever in an English vocabulary test と言ってますから、まあね英単語のテストでね、自分史上最高点取りましたと言いますからね。はい、ということでこれはまあ2つですけど選びやすかったんじゃないかなと思いますね。
はい、そして、問い4番なんですけど、What was the participant's opinion about the commuting challenges that? と来てますよね。で、1はまあ、It could have included students who walk to school と、ね。そうするとまあ、学校に歩いていく、ね、ところで学校に行く生徒も含めることができたのかもしれませんみたいな感じで、まあ少しだけちょっと、ね、選択肢が読みづらいっていう人いるかもしれませんけど、まあなんか他がなんかこの辺の他の答えがなんか分かりやすく罰っぽいんですよね。はい、なのでこれも A にしておきますね。はい、あと問い5ですけど、問い5はまあ本当に簡単って人とそうでない人が分かれそうですよね。だからこういうのの質問でクエスチョンできたら、本当にクエスチョンマークを探すっていう、これ結構あるパターンなんですね。次第の問題なんかでもね。はい、なので、クエスチョンだから、このクエスチョンマークね、あるかなって探して、これ見つけるっていうやつですね。であと、How come? これも、まあ昔センター試験でも出たことある、なぜっていうね、言い方ですよね。まあこれ知ってれば、まあ、簡単かなということですね。だからなんで1年生少なかったのということですから、1年生が少ない理由っていうのがこの JH さん答えてるとね。あ、でも誰が答えてますかってなかなか斬新な質問って言えるかなね。はい、ということでちょっと見ない気がしますけど、まあ一応 B にしておきましょうかね。これも A 寄りの B かなという気がします。はい、まあ全体的にはね、時間があったら間違いなさそうな問題ですね。はい、そして第3問の A ですけど、これはまあ両方簡単だったんじゃないですかね。ということで、まあちょっとなんか最初の方にね、まあ関係ない部分が書いてありますよね。ね、Put the heaviest item in the middle section ってきて、まあそういうのから類推するんだったらね、何が一番重たいのかななんていうとちょっと面倒くさかったりするんですけど、この that means の後全部ちゃんと言ってるんですよね、これね。はい、なのでこれは間違いなく簡単だったんじゃないかと思いますね。はい、そしてまあ問いにもですね、これも、according to Catherine ね、17 the best method to stay warm とね、まあ暖かさを保つね、まあ一晩中暖かさを保つ一番良い方法ですけど、これもまあ書いてありましたよね、ここにね。はい、ということで to take off my outer layers and stuff them into my sleeping bag to heal up some of the empty space ということで、 empty space ギャップを埋めるんですね。はい、だから何ですか、もう完全に外からね、寒い空気が当たらないようにするっていうことなんですかね。はい、ということで、まあ常識的にも分かりやすい感じでね、これも優しかったかなと思いますね。はい、そして B がね、ホームアドベンチャーっていうふうにね来てますよね。はい、なんとなくシャーロック・ホームズごっこみたいな感じなんでしょうかね。ああ、そうか、息子さんが確かにシャーロック・ホームズファンって書いてありましたよね。まあそうじゃなくてもなんかそういう探偵ごっこな感じがするわけですけど、これもまあ全体的な A ですかね。若干 B 寄りの A かなという気がしますけど、で問い1がまあ冷静に見ていくとそんなに難しくなくっていう気もするんですけど、どこですかね。まあちょっと間違えるとしたら、どこだったかな。まあ2の辺ですかね。2の辺が。The children studied the search for the sweets と来てますよね。で、ここはまあ、この、3つ目の段落ですかね。After that, the children studied the search for the first clue と来てますけど、
クルーの話はなんかこの黄色いところにも書いてあったりするんですよね。My children would be detectives searching for clues to locate the missing sweets と来てますから、なんかちょっとここが間違える可能性があるかなとちょっと思いましたけどね。はい、ただまあこれもそれを除けばね、まあ最後の嫌いなヨーグルトを食べた話もね、まあそんなに難しくないと思いますから、まあでも一応これは B、今言った理由でですね、この2のところはちょっと間違いやすいかなってことで B にしておきますね。はい、そして問2ですけど、これは答えが Make the challenge gradually harder、 少しずつね、挑戦を難しくするっていうことなんですけど、これがグラジュアリーの言い換えをプログレッシブリーって来てますよね。でまあプログレッシブリー自体は徐々にって意味が、まあ誰でも出てくるとは思わないんですけれど、まあこのプログレッシブリーって単語分かんなくても more difficult near the final goal っていうふうに来てますよね。だからまあ最後のゴールに近づくにつれて難しくなるっていうようなこと書いてあるので、まあ、プログレッシブリが分からなくても正当には至ったかなと思いますね。これも A にし、これも、あ、これは A にしておきますね。はい、そしてまあ問3番、まあ意外ともやっとしてるんですけどね。From this story you understand that the father って来てますけど、まあもやっとしてるってのは、まあどこが根拠になるのかなっていう感じですよね。ただこれまあ134がちょっとしょぼい感じなので、まあこれには結構選べてる人多いんじゃないでしょうかね。はい、ただまあまあ一応根拠としては動画でやった時はこの I Great One for My Children って書いてありますからね。はい、ただこれはなんか作りとしてなんか際どい答えでもあれば別なんですけど、あんまり間違いない感じがしますね。はい、そしていよいよ問4からですね。はい、こっから本番っていうわけじゃないんですけど、ね、難易度っていうか難易度もそうなんですけど量が全然ね。はい、ところで第4問は2つもね、文があって、まあこれはまあ B ですかね。これは簡単とはとても言えないですね。で、問1なんですけど、これなんかね、安心できるっていうのかな。ね、Oxford believes that と、これは最初の Oxford さんのね、文に書いてあったのでね、第一段落の最後に。これはなんか、優しかったんじゃないですかね。Continuous drilling is boring が、何でしたっけ。Repetitive learning is dull ということですから、まあ、the、ね、か言い換え、ね、パラフレーズって感じですよね。はい、そしてね、問意味がどうなんでしょうかね。こういうのは、これ結構解きづらかったんじゃないですかね。っていうのは、遠いんですよね、これが出るのはね。はい、ということで根拠示しましたけどね、その動画の時に。2つ目の文のここですよね。 28 days after the last learning session、ね、the average ratio of record names on a test ということで、テストなんと、28日後だったんですね。だから28日と4週間の書き換えはそれはまあ全く問題ないと思うんですけど、なんか位置的に遠かったですよね。はい、ということで結構これは B だし、人によっては C かもしれませんね。だからなんか思い込みなんですかね。まあ今まで、まあ、確かにセンター試験も共通テストもなんか順番通りになんですかね、読んでいくと問題が解けるっていう形が作りが多かったと思うんですけど、ちょっと今回は結構その点は変わった感じがしますね。ね、
ということです。だからまあそういうこともあるっていう心構えができてればですけど、でもまあそれでもちょっとねここまでかかるとあれですね、まあ、順番解く順番が難しくなる感じがしますね。はい、そしてまあ問3番ですけど、これもどうですかね。Re in the spaced learning, which involves studying at なんとかインタバルズというふうに来てますよね。そうすると、まあ26のとこですけど、まあ基本的に、このまあ longer interval とね、まあより長い間隔を取るっていうのがポイントなんですよね。だからこの studying at、だからまあこう long とかね、26あったらいいんですけど、まあそれ以下のがエクステンディットですよね。まあまあ、うん、どうでしょうかね、どうでしょうかっていうのはもう簡単やんっていう人と、うん、そんな感じ、その意味ちょっと引っかき、なんかエクステンディットイコールロングの感じが出なかったから難しく感じた人もいるかもしれませんね。はい、あとまあ27番の方はね、マストラーニングと、まあ集中学習みたいな、これは書いてあったので、これはまあ解きやすかったかなと思いますね。まあ B でしょうかね。はい、そしてまあ問4番、これがどうなんでしょうかね。これがまあボスっていう、まあだからこれ共通点ですよね。まあ、2つ論があって共通点出すやつってのはちょっと難しくなりがちなんですけど、あとはまあこの2人が、両方とも同意してるのはコンテクスチャルラーニングときてますね。文脈学習って言うんですか。でこの文脈とエクスパリメンタリーときてますよね。これがまあつながるかどうかですよね。まあ内容的にはこの何ですかね、このコンテクチャーラーニングの説明の時にこのね岩ですかね、まあリアルな岩を買ってきて生徒に触らしてみたいなこと言ってましたよね。まあそれがまあ実験じゃないですかね。だからまあそこが入ってると比較的選びやすかったかなと思いますけど、まあまあ何ですかね、どれもどれもなんかHaving proper rest, long term attention, studying with workbooks と来て、まあどれもなんか答えになってもおかしくないような感じはありますよね。まあそういった意味において、まあ、まあ B でしょうね。C ではないと思いますけど。はい、そして問5ですよね。What, which additional information would be the best to further support Lee's argument for spaced learning? と、来てますよね。そうすると、まあ、これも、追加情報ですよね。ね。Lee さんの、まあ、間隔を空けた学習の議論に対する、議論を、ね。まあ、より裏付けるのに一番良い追加情報ってきてるから、これも書いてない情報なんですよね。ね、書いてない。なんだか、だろうってきてますね。だから一体一番何だろうっていうことですよね。はい。ということで、まあ、これも、うん、うんって言ったのは、まあ、134はね、まあ、ちょっと結構分かりやすく違うかなっていうのもあれですかね。はい、ということで、まあ、なかなかこのいきなり2って The most effective length of intervals for spaced learning、まあ、これ言ってないですよね。一応、今回はそのね4週間空けたって言いますけど、まあこれも本当にどれだけ空けたらいいのかってね、これより短くした方がいいのかとか、より長くした方がいいのかとかとは、まあ、実験する価値がありますよね。はい、ということで、まあ2はまあこれも B ですかね、という感じですね。ということで、まあ問1ははっきり簡単だと思いますけど、問2から問5はまあまあね、ちょいむずって感じなんでしょうかね。まあ普通レベルとなります。はい、そしてまあ問5ですね。まあなんかこれ結構なんですかね、
内容的に何か面白いっていうのかなね、生徒がからそういうコメントを聞きましたけどね。はい、ここはなんかね電気的なものが今まで出てた気がしますけど、Lessons from Table Tennis と来てますけどね、ベン・カーター君っていう、まあこの設定があれですよね、何ですかね、まあいわゆるコミュ障っていうんですかね、ね、サッカーやってたけどね、コミュニケーションを取るのが苦手だから卓球したみたいな流れですよね。だから、まあちょっと意表をつく設定だけど、まあ難しくはなかったと思いますね。まあ一応 B にしときましょうか。はい、でノーツが書いてあって、まあこれはまあまあ順番通りですかね。まあ並び替えがあります、あね、順番起きた順並び替えがありますけれど、はい、そうするとまあトイチですね、 Choose the best option っていうことですよね。はい、そうするとこれはまあ、Started playing table tennis at his new school because he と来てますよね。まあなんか引っ越さなくちゃいけなくなって、サッカー部は辞めなくちゃいけなくなったってあったんですけれどね、まあその理由まあね、コミュ障だからですね。Wanted to avoid playing a team sport と来てますよね。そういう感じで選んでる人いるんですかね、スポーツってね。わからないですけどね、サッカーとか野球はチームスポーツだから、俺は個人スポーツにっていうね、ということですけど、まあちょっと意表をつく設定ではありますけど、これは解きやすかったんじゃないでしょうかね。はい、でまあ問い2ですけれど、これがどうなんでしょうかね。これやっぱ簡単だって人で、まあ秒で答える人もいそうですけど、choose the best option for 31ですよね。で、パトリックですよね。まあ、ベンのお兄さんでしたよね。パトリックが出てくるのはこの第6段落ですよね。で、まあ、パトリックがやったのっていうのは、まあ、卓球の話をしてたんですけどね。と、私は I love analyzing my opponent's movement and making instant decision about next move と来てますから、これはもう先生の薫陶を受けてですね、相手の動きを分析すると。ね、それでまあ次の動きのために即座に決断をするということですよね。まあそれが卓球の面白さだって言ったら、パトリックですね、お兄さんが、That sounds like thisA kind of skill we use when we communicate と来てますよね。だから私たちがコミュニケーションを取るときに使う、ね、種類の技術なの聞こえるっていう、これがね、この分大事でしたよね。あとの設問にも絡んでくるし、とても大事な分だと思いますけど、だからまあソーシャルスキルスイニーディットですから、ここがコミュニケーションスキルとピンときたら、まあ A よりの B ですかね、ね、っていう感じですね。はい、で問3番ね、起こった順並び替えですね。で起こった順並び替えですけど、これはかつても1回出たことありましたね。5個選択肢があって、実際起きたのは4つだけっていうやつですよね。だからまあそこちゃんと外せばですよね。ということで外すのは BKM はテーブルテニスチャンピオンですけど、チャンピオンはまあ1位ですよね。だから結構まあ惜しかったというか第7のが I won a silver medal と来てますよね。だからまあ銀メダルは取ったので2着ではあったんですけどね。はい、ということで、ここが外れるということですね。であとはまあそんなに複雑じゃないんですかね。2と4がほぼつながってますよね。Discussed with his teacher how to play well と、ね、上手に、プレイする方法を、ね、まあ、先生と一緒に話し合ったと。でその時も先生の、ね、アドバイスがStudy to study his opponents、 まあ相手を見ろというわけですよね。なるほどね、そうですね。やっぱ
何ですかね、なんか初心者がまあね、ある程度、まあ、相手もなしにね、その技術だけでね、ある程度うまくなると思いますけど、まあ本当にまあ中級を超えて上級になろうと思ったら、この1対1のね、テニス卓球ってそうなんでしょうかね。まあ僕とか将棋とかやってますけど、まあ将棋も相手のね、手を見て自分も変えていく必要がありますから、これ結構いろいろとね、応用が効きそうな感じの、ね、アドバイスでありましたね。でその後さっきやった Talk to his brother about his table about table tennis 卓球について言って、まあでお兄さんが それはコミュニケーションの時に使うものと似てるよねみたいなこと言うわけですよね。でそれでまあこの4つ目のは Refuse the party in his honor っていうふうに来てますから、もうなんとね、このコミッション、彼はね、その友達でしたっけ、ジョージでしたっけね、ジョージがね、すごい Let's have a party to celebrate、 こんなことは言われたことないですよ人生 ね、ちょっとお祝いするためにパーティーしようなんてね言った、それを拒否したわけですよねはい、ということで、ということで、まあこれはまあ、A 寄りの B ですかね。はい、そしてまあ問い4番ですけれど、Choose the best option for 36 ですね。36 は、He should have。この should have ってピンときますか、すぐね。ね。Should have 過去分詞、なんとかすべきだったのにしなかったみたいな。まあ、後悔。するときに使うんですよね。はい、そうすると What Ben realized after the conversation with George ですけど、まあこのジョージとの会話の後ですよね。そうするとまあとにかくまあジョージの気持ちが分かったんですよね。 I realized that he was just being kind、ね、ただ彼は親切にしてるだけだって気づいたと。だからまあもしね、素晴らしい考えでありがとうって言っていたら、maybe outcome would have been better。結果はね、もっとより良いものになってただろうとね、後悔してますよね。はい、なので、内容的には、try to understand my friend's point of view to act appropriately ですから、これはまあ A ですかね。ね、はい、そして、問い5ですけど、37と38なんだっけ、What we can learn from this story と来てますからね、この話から学べることを、まあ教訓ですよね。そうするとこれはまあまあやりやすくなかったですかね。問い51、Advice from people around us can help us change とね、と、まあ今ある位置ですけど、まあこれはまあ分かりやすくアドバイスなのは先生ですけどね。まあでも兄もその先生から学んだこと言ったらコミュニケーションに似てるって言ってから、まあこれも忠告に入るかな。まあ先生のだけでも十分だけど、まあ1は入りますよね。でまあ比較的まあ5ですかね。5がこれも簡単だっていう人と分かれそうですけど、We can apply って来てますね。Apply A to B はいいですかね。A を B に適用する、A を B に当てはまる、応用するとかですけど、この場合応用するがいいのかな、ね、一つのことから学んだことが他のことにも適用できる、ね、というわけですよね。なのでこれはまあ A にしたいですけど ね、ということですね。はい、ということでまあ比較的これはやりやすかったかなとね。まあ A 寄りの B かなという感じがしますね。はい、そして第6問ですね。ね、まあ第6問は A と B があるからね、まだ結構続くんですけど、これな、何ですかね。何ですかねっていうのは、結構なんかね、この空白が、気になりましたけど ね、ここにこうやってなんかね、なんかここで終わってるように思ったっていう人がいましたね、生徒の中にね。でここはまあ終わったと
図が来てるからまああれなんですけど、なんか余白多いなっていう気がしたんですよね。かな。はい。でこれはただそこまでむずくなくて、まあ B ぐらいだと思うんですけれど、まず第1問ですね。あ、問1ですね。はい。そうすると、問1が Choose the best option for 39ですから、またこっち見ないといけないんですけど、The Yard Sale Story と来てますよね。これは確か、見つけやすかったやつでしたっけね。はい。ということで、これはまあ、ヤードセールスに関しては、第一段落の最後に、One person's trash can be another person's treasure って来てますからね。まあ、ある人にとってはゴミでも、他の人にとっては宝物になるかもねっていうようなこと書いてありますから、はい、これは、わかりやすかったんじゃないですかね。はい。3の something not important to one person may be of value to someone else と来てますね。まあ、of value ってのいいですかね。of プラス抽象名詞。ね。まあ、形容詞の働きをするって言いますけど、これは variable ですよね。ですから、ある人にとって重要でないものはある人にとって、他の人にとっては貴重なものになるかもということですから、まあ、ほぼさっきの部分の書き換えですね。はい。そして、問い2ですけど、Choose the best option for、ね、40ですね。40なんだっけ。Facts ですよね。まあ、Facts の下にギネスと来てますけど、ね。まあ、これはギネスブックとか出してる。まあ、みんなあんまりギネスというとギネスブックかな。ギネスってアイルランドの黒ビル作ってる会社なんですよね。ね。まあ、そこが、まあ、ギネスブックを出してるわけですけど、まあだからその上の辺に来るのかなという感じですね。まあこれもどこを見るかっていう感じですけど、どこですか。はい、そうするとまあこれはそっかね。そこまででもないのかな。そこまで探すのが大変じゃなくて、まあ子供です ね, ね子供の頃ってアバウト 90% コレクティサムセンクと子供が何か集めてるけど、3分の1の大人が、このね振る舞いこの行動を維持するつまり続けるってことですよね。はい。なのでまあ3分の1ですよね。3分の1だからここのとこ該当するね、回答の根拠になってますね。はい。とは問い2は roughly 30%、 これがまあワンサードっていうことですよね。はい。ということで、なんかでも本当にな、見るところは結構ありますけれど、はい。まあ4番が正解となりますね。で、問い3どうなんでしょうかね。これは結構2個選ぶけど、2個が随分離れてましたね。だからまあ、B ぐらいですかね。答えはリマインダーとね、思い出なんですよね。貴重なイベントの思い出としてみたいな。で、4が seeking some sort of profit。ね。ある種の、まあ、利益を求めてっていうようなことですけど、めちゃくちゃ離れてましたよね、確かね。はい。ということで、まあ、リマインダーのは、なんか、ね、スペシャルイベントの、まあ、例えば、グリーティングカードであったりとか、ね、あとは、A day at the beach の、ね、とある日、ビーチにいた時のシーシェル貝殻であったりとか、ね。まあ、その話があって、まあ、そこからもね、なんか、いろいろと出てきて、すごいですね。これ段落、第3段落なんか無視して、第4段落の真ん中にちょっと下ぐらいになりますよね。As a collect object, specifically as an investment と来てますよね。だから、一番典型的なのはコインとかなのかな。ね。なんかその、中世のコインとかね。なんか、
集めてる人いますけど、あれはなんか趣味でやってるとか言ったのに、なんか実は投資目的でやってたとかね、そういうやつですけどね。はい、ということでちょっとこれがね、だからこの辺も、まあ、一応まあここにまあギネスとか来てますけれど、読んでいかないといけないんですよね。だから結構これなんかね、時間は難しさというより時間削られるという点においても大変ですね。はい、そしてまあ問4番ですけど、 To the best option for 43 と、あ、これがあのこのなんか結構30ページ31ページこれだけでもまあ結構長いじゃないですかね。段落も4つあって、でこの空白があるからここでなんか終わったってね思った人がいて、根拠ないぞっていうのは結構あったらしいですね。なんかツイッターとかにもそんな書き込みがあったんですけど、しかも、ああもう1ページあったんだと思ったら、一番最後ですね、根拠は ね。はい、ということで、まあ見つかったらどうってことない問題なんですけど、まあ見つけるまでの苦労、もしかしたらそれを考えるともしかしたら C かもしれませんけど、まあ難易度的には B というかね。で、collectors will likely continue to change in size and shape とね。これがフォーム&スケールっていう、なんか、&の A&B がちょっと逆転してますけど、これが根拠でしたね。で、こうやってなんかその、順番なんかで時間を削られて、まあ残ってないとまず話にならないですね。で、まあこれが、まあ今回の中では、個人的にはですけど図抜けてめんどくさかったんじゃないですかね。これは C にしておきますね。これはむずいですね。で、まあ難しい理由いくつもありますけど、ターディグライズってきてますよね。クマムシっていうなんか聞いたことないような単語が出てきてですね、これなんかもそうですね。4のダイジェスティブシステムズのところの単語ですね。なんか、体の器官の名前とかって、まあなんかあんまりね、人間のやつでもちょっと知らないね、英語があったりすると思うんですけれど、まあこれが虫だったらさらにっていう感じでしょうかね。で、ちゃんと読むと、これはこんなものみたいですよ、みたいなね、いろんなこと書いてあるんですけど、まあ、僕の経験からいくと、まあ、生徒こう知らない単語ね、いくら説明があると言ってもやっぱり知ってる単語に比べてなんかねちょっと解きづらいって感じる人が多いみたいですね。まあ僕もそうですけど ね、僕もちょっと知ってる単語よりもこう知らない単語でいくとなんかちょっと微妙に変な感じになっちゃったりしますね。はい、それがまあ難しさの一つ目ですね。で、あとはまあ結構順番も結構すごいですね。はい。で、まあ一応見ていきますかね。はい、そうするとね、問1なんですけど、これは、これはまあ C ですよね。これ本当むずいと思いますね。Not と来て、で、これも結構バラバラなんですよね。で、あと、これですかね。この、まあ図は絶対目に入りますよね。どう見てもね。そうすると足が1、2、3、4っていうね。これで4本だと。実はこれ片方から見たでもう片方にはまた4本あるっていうことなんですけど、まあこれで引っかかっちゃう人が結構いたみたいですね。はい。ということで、まあ問1。まあ、実際解いた見た時も、ね、これはまあ16のクローバリエーションです。ここのところが違ったわけですけど、まあ、うん。で、これ問1なんですよね。だから、問1だけど、なんか第1段落と第2段落ぐらいでね、ああ、これもなんか癖もんなんですよね。どこだっけ？あれ？前のに行っちゃったですね。このベーシックインフォメーションって図があってね、
ほんでまあ長さが 0.1 ミリから 1.5 ミリっていう、この記述は結構早くあったんだよね、第7回でね。したらまあこの辺になんかね、あるとかだったらいいんですけど、それが違ったでしょね。こういうのは結構難しいんですよね。まあしかも引っ掛けもあるしということですね。はい、ということで結構問い1も時間削られますね。はい、でまあ問い2も2つ選ぶんですね。シークレット・トゥ・サバイバルと来てますよね。生き残りの秘密ということなんですけど、これも C かな。はい、でまあ丸1ですけどね、 In dry condition their metabolism drops to less than 1%、 とこれはまあ 0.1% なるって言ったからね、これはまあ選びやすいかなと思うんですけど、2ですね。Tardigrades in a state of tan are able to survive in temperatures exceeding ときてますよね。ここのとこが引っ掛けでしたね。これアズハイアズとかでしたよね。あのアズなんとかアズってのはその何ですか。あれどこでと。本当になんか一回解いて説明してるのにね、探すところに、ああこれ書いてないのかね、ここのリコですね。で、アズなんとかアズってのはあのこれ高いのを強調するですよね。まあ一番有名なのはアズメニアズなんとかもっていうのが、まあ熟語の本によく載ってますけど、なんとね151度もみたいな感じになるので、151度超えてるわけではないんですよね。はい、ということで、だからこれ結構際どいですね。この2は結構選んだ人見たみたいですけど。はい、で3が The state of town will cease when the water in tardigrade body is above ときてますけど、炭の状態に関してはね、数字は書いてなかったのかな。で4が their shark like mouth allow them to eat、 どういうふうに来てますよね。これは口じゃなかったんでしたっけね。はい、で5が正解になるわけですけど、 they have the ability to withstand extreme level of radiation って来てますよね。これが extreme level of radiation っていうのが何ですか。宇宙空間の話でしたよ ね。宇宙空間の話ですから、まあ宇宙ですから、なんだっけ、100倍どっかねありましたよね。いやでもなんかこうやってということで、ここですかなんか探すのも一苦ですけど、Most able to survive X-rays ultraviolet radiation と来てますけどね、この宇宙では。で、あ、1000 times more intense ですから、まあ人間なんか一瞬で死んじゃいそうですよね、こんなのね。まあこれにも耐えられるっていう、とんでもない生き物がいたもんですね。はい、ということで、まあ1号ですけど、まあ2が、あと2、3、4、この間違い結構いろんな間違いがありそうですね。はい、で問3、まあこの中で一番簡単だと思うんですけどね、ね、この中で一番まあいいにしておきましょうかね。まあといっても結構なんか単語がさっき言った通り知らん単語ばっかりなので、そこでなんかね神経削られそうな気がしますけどね。でまあ解説の時も言ったと思うんですけど、どこでしたっけね、ここですね、この第6段落の3行目の located above the pharynx is salivary gland と来てますけど、この above って上にあるっていうね、このファリンクスとサリバリーグランドがね上にあるって、これがまあ一番外さないですよね。こうやって今
ABCDE とあると、このちょうど上にあるのってここしかないですもんね。そうするとまあ他は選べるかなということで、まあやっぱりまあちょっとまね、あの単語で神経削られるけど、まあ簡単っちゃ簡単でしょうね。はい、そして問い4ですけど、この辺も C ですかね、ということです。これもまああの動画の時はまあ問い4ね、まあちょっとこれ先に行きましょうかね。まああの正答だけやったんですけど、ターディグライトハブサーバイブサムザハッシュスコンディションオンアースアンダットリーストワントリップイントアース、まあイントゥスペースなら宇宙への、まあ一回はね、ほんとめっちゃ厳しい条件で生き延びたわけですよね。This remarkable creature might outlive the human species と来てますよね。まあ、might だからいいのかな。outlive って単語はね、長生きするんですよね。なんとかよりね。人間より長生きするかもしれないって言ってますから、まあ、タフエストクリーチャーだからこうかなっていうことですよね。だからまあ、4は、まあ、問題、納得できると思うんですけど、まあ、1、2、3の間違い探すのって結構大変ですね。1が 4,000 of years, 3 degrees of survival, some of the harshest condition on Earth in space. They will live longer than human kind って来てますよね。そうすると、これなんか 4,000 years かなんか変な感じしますけど、本当におかしいな。このスペースの話ですね。何千年も生きてないですよね。スペースが明らかに違いますね。で、2が3 degrees are from space。これ宇宙からこれも書いてなかったですよね。これなん今、まあ、比較的ここがまあ分かりやすくマツですかね。で3番が3 degrees are without doubt a tough creature on Earth。 まあこの辺は OK なんでしょうね。 They can survive on top of mountains at the bottom sea。 うん、これも丸なんでしょうね。 In the water of hot spring とこれもいいんでしょうね。 And they can also thrive on the、 ここのとこがダメですよね。月は分かってないんでしょ、ね、月は月で生き延びたかどうかっていうのはまだ一応月にね、なんか、ロケットが衝突したんでしたっけね、まあ、そういう記述はありましたけど、あ、これは次の問題にも絡んでくるんでしたよね。ということでね、まあこの辺ですかね。2019年にイスラエルのスペースクラフト宇宙船がまあ月にぶつかって何千ものクマムシ積んでるんですね。ね、炭の状態のがまあまあまあ地表に落ちたわけですよね。ね、でこれがまだ生きてるかどうかっていうのはわからないと。ね、As no one has gone to collect them。 まあ誰もそれを集めるために言ってないから生きてるかどうかわからない。それは残念だと言ってるわけですよね。はい、そしてまあ問い5ですけど、これも C ですね。What can be inferred? Infer ってね、いいですかね。これは推測するってやつですね。About sending Tardigrade into space、ね、まあ宇宙にクマムシを送り込んだことから何が推測できますかですか。推測できますか、だから書いてないんですよね、基本的にはね、ということですよね。はい、そしてまあ答えは読んで、まあこれもね、 The reason why no one has been to see、ね、if Tardigrade can survive on the moon surface とね、まあまあ、なぜね、誰もね、クマムシが月の表面で生きてるかどうかを確認しに、ために見に行ってない理由ってのが、筆者の関心を引きつけている。関心を引きつけている。まあまあ、そうなんでしょうね。残念だと言ってるからね。まあまあ、いいですか、これで、ね。まあ、なんかちょっと、言い過ぎな感じもなくはないけど、まあ残念だと言ってるからいいでしょうね、これはね。で、
まあどこが間違ってるかってやつですけど、1が比較的わかりやすく×ですね。Finding out why the turtle can survive in space but never thought 重要じゃない。これ全然何も言ってないですからね。で、2は tardigrades along with other creatures。これですかね。他の一緒に行ってきてますよね。That have been on Earth for millions of years、ね。何百年か地球にいた他の生物と一緒に同じように、ね、紫外線の放射、X 線や紫外線の放射に耐えることができると。これ耐えられたのタディグレイだけですからね。アロングウィズのところは罰なんですね。で、3が The Israel researcher did not expect so many tardigrades to survive ですけど、これはイスラエルじゃなくてヨーロピアンでしたよね。結構この短い時間でやんの大変ですね。はい、というふうになります。ということで、まあなんか解説の方も最後になるほど長くなりましたけど、やっぱ突出して6の B が難しかったかなということですよね。で、まあ、また来年も同じような傾向になるとは限りませんけれど、まあ、いかにね、余力を残していくかっていうかな、ね、が大事。時間をね、まあでもなんか時間を使わせるようになってますね。はい、ということで、まあ、おそらくですけど、昨年なんかよりは平均点が落ちてるんじゃないかなと思うんですけどね。はい、まあまた結果で出たらそれも考察してみたいと思いますね。はい、以上で2023年共通テスト英語リーディングの全問の、まあ独断と偏見による難易度、ね、を、ね、今回は紹介しました。ではまた。